カンポ生命は誰が犯人ですか吉本と松本と志が犯人です。吉本は安倍の100億円事件の金をもらった犯人ですね。はい、吉本は安倍100億円の犯人ですが、カンポ生命は私が犯人です。いや、カンポ生命の犯人は小泉、竹中、安倍の3人が犯人なんですよね。はい、3人が犯人です。 一番悪いのは安倍です、ね。はい、安倍が一番悪いです。皆さん、かんぽ生命ばかり言いますが、本当はゆうちょ銀行はもっと悪いんじゃないですかはい、カンポ生命はダミーなんです。本当にやばいのはゆうちょ銀行なんです。真犯人が分かったので、すっきりしました。